さわです。まひろです。くるくるくる、ただいまひろです。今日は真面目なお話をしたいと思います。避妊についてです。皆さん、避妊についてどれぐらい知識がありますか？私が避妊について徹底的に解説していこうと思います。まずはコンドームについてです。皆さん、コンドーム恥ずかしいからって普段適当に買っていませんか？コンドームは実は2種類あって、1つがラテックス、あともう1つがポリウレタン、2種類あります。ラテックスは素材が天然のゴムです。ゴムなんで物にフィットしやすくて、伸びるのが特徴です。で、コンビニとかによく空いてあるので、お値段が安い。で、もう一つが、ポリウレタンっていうものなんですけど、ポリウレタンは、素材が実はゴムじゃないんですよ。で、ポリウレタンの特徴が、薄くて、熱が伝わりやすい。ただちょっと、素材がゴムじゃないので、ラテックスとは違って、伸びない。で、ちょっとお値段が高いというのが特徴です。皆さん、お家にあるコンドーム、ちょっとチェックしてみてください。ポリウレタンって書いてますか？ラテックスって書いてますか？ラテックスの方がリーズナブルなんで、結構ラテックスを買っちゃいがちだと思うんですけど、ラテックスは素材が天然のゴムなので、匂いがちょっと独特だったりとか、パートナーによっては肌に合わなかったりとかあるみたいなので、気使いながらパートナーに確認してみてください。アレルギーとかだったらまずいじゃないですか。これからはしっかりと選びましょう。次はコンドームの避妊率についてです。皆さん、コンドームをしても避妊率は 100% じゃないこと知っていましたか？なんと、コンドームを理想的な付け方をしても避妊率は 98% だそうです。性病対策としてはとっても効果的です。ただ、頭の中に避妊方法としてはバッチリじゃないことを入れておきましょう。次はピルについてです。男性の皆さん、ピルについてどのぐらい知識がありますか？ピルは病院に行って処方をしてもらいます。飲み方なんですけど、毎日決まった時間に必ず飲むことが大切です。なので飲み忘れてしまうと、避妊効果がなくなってしまったり、不正出血の原因となってしまうので、注意が必要です。結構大変なんですよ。ただ、ちゃんと飲むことができれば、ピルはコンドームよりも避妊効果が高いので、避妊方法としてはおすすめです。あと、ピルは避妊のために飲んでる人が多いと思われがちなんですけど、意外と月経不順の方が飲んでる場合もあるので、そこは覚えておきましょう。次はアフターピルについてです。皆さん、アフターピルってちゃんと知ってますか？アフターピルは、もし避妊に失敗してしまった時に、72時間以内に飲むと避妊効果を得られるというものです。病院での処方が必要になります。で、値段も1万5千円ぐらいするみたいなので、結構高いですよね。ただ、72時間以内に飲めば避妊効果を得られるみたいなので、本当に困った時の最終手段になります。あと、人によっては副作用がある方もいるみたいなので、病院に行くのも大変ですし、まずはしっかり避妊をしましょう。今日はとっても大事だけど、意外と皆さんが知らないお話をしてみました。これを聞いて学んでください。しっかりと覚えておきましょう。では皆さん、参考になったよという方、知らなかったよという方、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。バイブー。